上から見た、吹き割れの滝マスヒの滝吹き割れの滝の登録を意味する。柱。吹き割れの滝は、群馬県沼田市にある滝。高さ7メートル、幅30メートル。奇岩が1.5キロメートルにわたって続く、片品渓谷に架か,かる。川底を作くように流れ、そこから水しぶきが吹き上げる様子からこの名が付けられた。2000年の NHK 大河ドラマ。 青い徳川三代のオープニングにも登場した。1936年12月16日に旧門武将より天然記念物及び名称に指定されている。900万年前に起こった火山の噴火による大規模な火砕流が冷やかたした溶血業海岸が片品川の流れによって侵食されてできた V 字国にかかり、そこに向かって三方から河川が流れ落ちるその姿から、 東洋のナイアガラと称されている。高下カルタでは、どの札に、滝は、吹き割れ片品渓谷として再録されている。昭和11年12月16日に、文部省から天然記念物及び名称に指定された、吹き割れの滝は、高さ7メートル、幅30メートルに及び落下、飛散する姿から、東洋のナイアガラとも呼ばれている。近くには、マスヒの滝がある。 高さ8メートル、幅6メートルの滝で、遡上してきたマスがここを越えることができずに止まってしまうことから、かつてはマス止めの滝と呼ばれていた。川沿いには遊歩道も整備されており、その入り口には、たくさんの土産物屋があり、観光シーズンには多くの観光客で溢れる。道の途中には、般若の形に削られた般若岩が立ちはだかる。 半日岩常時水量が大変多いため水難が多発する。また、水の浸食により1年間で約7センチメートル上流に向かって速行しており、将来的には幕府は上流に移動することになる。昔から復帰割れの滝の滝壺は竜宮に通じていると言われ、村で衆議があるたびに滝壺にお願いの手紙を投げ入れて竜宮からお椀やお膳を借りていた。 ところがある時一組だけ返し忘れてしまい、それ以来二度と前腕を貸してもらえなくなったという、日本全国に伝わる腕菓子伝説の一つであると考えられている。ありがとうございます。